様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王剣。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何ぞ、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。なんてやつだ、自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい。そうだ、悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え？みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが？ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけど、みんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空が、あいつに勝つことができたら。勝てたらか。そうだな。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せ、絶対死ぬなよ。ああ、ワン。父ちゃんが生きて帰ったら、また。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだ、クリリン。ベジータに勝って、後で聞かねえとな。もし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。サイヤ人は生まれてすぐ、戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと、貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。喜びがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かってる。見せてやるぞ。ほっ。よっ。まだまだ。やっ。やっ。やめるな。もう乗れ。やり行く方。よっ。
¡Vámonos!
能だ。海よ、そして生きているすべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、すさまじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体なんだ。なんだ、ものすごい気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。この嫌な感じは奴の気だ。クリーンさん、あれ、降りろ。ご飯、下に降りて隠れるんだ。おい、やじろべ。あん化け物、誰だと思う。サイヤ人だ。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前にも隙を見て、俺が後ろから尻尾を切って。はい。冗談じゃないわ。やつは元。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし。そんな尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。まずは貴様からだ。
おいガキめ、いい加減くたばりやがれ。お前を倒す。クリリン、頼む。来て、行く。悟空、大丈夫か。今のうちにクリリンに渡すく。ほら、地球中から集めた元気玉を。な、何？おらの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな、クリリン。そいつを奴にぶつけてくれ。わかった、やってみる。任せてくれ。くそ、あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。やった！やったぞ！ずいぶんひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。
この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。覚悟しろ。待ってくれ。悟空、すまねえが、そいつを生かしてやってくれ。正気かよ悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おい、ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんな やられて、ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。だな。分かっただ。それじゃあ頑張るだぞ。
Jetzt muss ich das Rezept tun, Alter. ありがとうございます。